かつてアラブの石油王となった日本人がいた。アラブの油田を掘り起こし巨万の富を築いたその男は数々の異名を持っていた。満州で大儲けした時は満州太郎、はたまたハッタリ投資家の山下太郎、そして人々は彼の名をこう歴史に残した。アラビア太郎。山下太郎としてこの世に生を受けた男の運命は実に数奇である。この男、破天荒につき、後のアラビア石油の社長になった山下太郎だが、昨今堀江貴文氏が最も興味深い人物としてネットで話題にするなど、今急激に注目が集まっている。日本の国力、円が急激に弱体化する今だからこそ、彼のような人物を救世主として我々は待ちわびているのだ。秋田県横手市出身の太郎は恵まれた環境で育った。父親の政治は相場で財を成し、家庭は裕福。長男の太郎は相当なお坊ちゃまと言えるだろう。幼少期は祖父母の家に養子に出されていたものの、祖父の死後間もなく東京へ。慶応義塾普通部を卒業する頃、太郎は悩んでいた。何か大きなことを成し遂げたい、人々の役に立つような、でも人に雇われるのは嫌だ。若者らしい漠然とした思いである。根拠もなく俺はビッグになると大口を叩く今の若者と変わらない。太郎はさらに立ちが悪い。やり手の相場師として財を築いた父親にこんなことをのたまうのである。お父さんの仕事には理想というものがありません。あらゆる事業は崇高なものでなければなりません。お父さんがやっていることはただ売った買ったの駆け引きばかりで、何ら精神的な要素がないではありませんか。太郎の持論は止まらない。いくら世間で成功したといっても、お父さんの仕事は人類の幸福とも何の関係もないことです。これには父親も黙っていられない。太郎、お前はその人類の幸福とやらのために何ができるっていうんだ。北海道で農場を経営しようかと思っています。そしていつかブラジルかアルゼンチンへでも渡って大平原を開拓しようと考えています。太郎は目を輝かせてこんなことを言う。当然父親は、大ボラを吹くのはいい加減にしろと言うのだった。しかし札幌農学校へ進学していた太郎はその夢に向かっていた。現在の北海道大学の前身である札幌農学校の初代校長はクラーク博士。まさに太郎も博士が残したボーイスビーアンビシャス、少年よ大志を抱けの大いなる展望を胸に抱いていた。ちなみに太郎は優秀な生徒とは言えなかった。もともと野心家であることが災いし、学校の授業に興味を持てず成績は振るわない。近くの女子校に通う生徒をナンパして恋仲になり寮に連れ込む。さらにはキリスト教の戒律である飲酒禁止の掟を破って大量になる。大量後は料亭に通い詰め、年上の女中と良い仲になる。太郎は武骨な男である一方、裕福な実家からの仕送りの金額も多かったため、道楽者の一面も持ち合わせていた。まさにビッグになると大口を叩くだけの若者の姿そのもの。しかも卒業する頃、太郎は致命的なことに気づくのだった。同級生で盟友だった田所哲太郎とこんな会話をした。ちなみに彼は後に農学者となり、北海道の3つもの大学の学長を歴任する男だ。太郎くん、君は卒業後どうするつもりだい？やはり開拓事業に打ち込むの？実は考えているところなんだ。開拓というのは実は案外地味な仕事じゃないかな。え？俺本当は泥いじりなんて好きじゃないんだよな。今さら何を言っているんだと、やや絶句気味の田所に向かって太郎はこう続けた。それに畑には毛虫がいるだろ、あれが苦手なんだよ。なんと父親に対して北海道を開拓するとあんな大見得を切った太郎だったが、農学校を卒業する頃には毛虫が嫌いという理由であっけなく方向転換を決めるのだった。ともすればしょうもない理由だが、太郎はもちろん自信満々でこう続けた。田所くん、俺が何か大きな仕事をやりたいという気持ちには変わりはないよ。太郎が大物になるのか、はたまた大ボラ吹きで終わるのか、その頃はまだ誰も知る由もない。
明治42年に太郎は札幌農学校を卒業する。その後、自分がするべきことは何かと模索しながら、太郎が最初にたどり着いたのがオブラート会社の設立である。少々意外に思える展開だが、これは女が炊いてくれた粥の吹きこぼれが鍋にこびりついたのを見て思いつき、研究をして事業にしたというのだから太郎らしい。これにあたって太郎は日本鋼管の社長、日本中野銀行の頭取である白石元次郎から多額の出資を得ている。さらにはこのオブラートには卵を使っているので栄養価抜群、ぜひキャラメルを包むのに使ってくださいと森永製菓に売り込んでしまうのだから詳細が伺える。ちなみに卵を使ったというのは大嘘で、実際は粘りを出すために使ったのはこんにゃく粉だ。成功するためには手段を問わないという太郎の姿勢がこの頃からすでに伺える。太郎の才覚の一つとして間違いなく挙げられるのは人脈構築力。28歳まで独身でフラフラしていた太郎だったが、森永製菓の支配人の松崎半次郎に紹介されて結婚したのが小島印刷の社長の次女である文子だ。小島印刷は当時日本で初めてブリキ印刷を行った会社で、森永製菓の缶の印刷を手掛けていた。こうして太郎は社長令嬢と結婚することで大きな後ろ盾を得るのだった。同時にオブラート会社の権利をあっけなく手放して現金5000円を手にした太郎は、それを元手に山下商店を設立。ちょうどその頃第一次世界大戦が勃発したので、便乗する形で太郎は海外貿易に舵を切った。戦争の混乱の中、太郎の穀物、鉄鋼を中心とした貿易業は大成功。28歳にして数百万円の財を成す。それでも太郎の野心は飽き足らない。ロシア革命の混乱で輸出が困難になった酒缶がウラジオストクで中ブラリンになっているという。太郎はそれを買い占め、日本に輸入しようと動き出したのだ。大手商社が手を出さなかった、政治が絡む、ともすれば面倒な案件だ。太郎は個人だからこそ俺にはできると動き出し、見事に成功させたのである。ほぼ博打打ちのような商売をするのが太郎だ。勝つこともあれば負けることもあるのが商売の世界。ただ太郎の場合は勝ちも負けもスケールが違った。ロシアとの貿易に見切りをつけた後は、太郎は中国の米に目をつけた。国内では大正7年に米騒動が起き、深刻な社会問題となっていた。その混乱に便乗し、中国の米の輸入を試みるのだった。太郎の理屈はこうだ。米の値段が暴騰し、各地で米騒動が起きて軍隊や警察まで出動する騒ぎになっている。この原因は米の量の絶対的な不足だ。このままだと国の根幹を揺るがす事態になる可能性もある。よって中国産の安くてうまい米を大量に仕入れれば米の価格は安定する。しかし当時中国の米の輸出は禁じられていた。そんなことは太郎もわかっている。つまり国家のためという大義名分のもと、堂々と密輸しようとしているのだった。残念ながら計画は途中で頓挫する。3隻の船いっぱいに米を積み込み、いざ上海を発つという時に有吉明総領事から呼び出しを受け、輸出を取りやめるように通達された。太郎はこれは日本のためだと説得を試みたものの、有吉総領事には米を一票でも中国から持ち出したら宝冠に命じて船を撃沈させると言われ、断念せざるを得なかった。計画は失敗。そしてその後再び鉄材の輸出入事業に戻るが、今度は世界恐慌に巻き込まれてしまう。大暴落の煽りを受け、太郎自身も多くの負債を抱え、ほぼ破産状態となった。数百万の損をした太郎はまずは自動車を売った。しかし焼け石に水である。もう麹町に構えた家を手放すしかないのだろうか。さすがの太郎も追い詰められていた。この家は太郎の成功の証でもあった。つまり売却は敗北を意味する。一度は巨万の富を築いた自分が一商人として再出発ができるのか。しかしそこで腐るような太郎ではない。再起を図るために立ち上がろうとした時、救い船を出してくれたのは意外な人物だった。太郎は人に恵まれている。商売人らしいハッタリは上等句だったが、
人を陥れたり貶めたりする行為を嫌い、どんな相手でも誠実に接してきた。そのようにまっすぐに生きていると、困った時に必ず誰かが手を差し伸べてくれるのだ。太郎はこの窮地でそれを体現した。その人物とは法学博士の松本丈司。当時の南満州鉄道の理事が太郎を呼び出したのである。太郎の脳裏に不安がよみがえる。実は先の中国米、太郎はこれを日本に輸出できないことを知ると、満州鉄道に売ることを思いつく。満鉄はこれを一度は受け入れるのだが、ある日いきなり契約を破棄し、太郎が致命的な損を被った経緯があるのだ。松本博士が俺に何の用だ？疑問を抱く太郎を前に、松本は驚きの提案をした。満鉄のせいで大変な目に遭っただろう。我が社に損害賠償を請求してもいい。太郎は請求などしないと丁重に断るも、話はそれだけでなかった。松本は今後日本の大陸進出の先鋒となる満鉄に太郎の力を借りたいと新たなる事業を打診したのだった。その内容はこうだ。満州の日本人労働者たちの住宅を太郎が建てて、それを満鉄へ貸すという、いわば満州での建築業兼不動産オーナー業だ。松本は言った。日本はこれから本格的に大陸進出する。その拠点になるのが南満州鉄道だ。ただどんどん日本から人を送り込むのに、今は全く住宅が足りていない状態だ。これから100戸、200戸と家を早急に増やす必要がある。君の手腕なら建築と貸し出しを任せられるだろう。願ってもいないチャンスだった。太郎は承諾するとすぐに満州に乗り込んだ。満鉄は凄まじい速度で成長し、業績を上げた。そして太郎が任された住宅はついには2000戸となり、一気に財界の頂点まで駆け上がった。満州太郎の誕生である。太郎の宴会好きは有名だった。東京にいた頃も満州に来てからも、毎夜毎夜宴会を開催しては客人たちをもてなした。太郎の場合、客をほったらかして芸妓と楽しむようなことは断じてなかった。まずは宴会の食事内容から芸妓の指名までしっかりとした準備をし、その場がしらけないように終始気を使っていた。それは太郎がどんな身分になっても変わらず、どんなに偉くなろうがいつも周囲を楽しませようと尽力していたのだった。太郎は一人で飲みに行くことはなかったが、連日宴会続きだったため、ほとんど家で食事をしたことがなかったという。また気前の良さも常軌を逸していた。可愛がっていた後輩の山本源太郎は、満州では賃貸暮らしだったが、社長の側近が賃貸暮らしというわけにはいかない、これで家を買いなさいとパッと2万円渡したという逸話も残っている。なんと今の価値で6000万円近い金額だから驚きだ。しかし太郎は山本のためにわざと忘れたふりをして、後日再び2万円を差し出したのだという。山本はあえて先日いただきましたとは言わず、太郎の男気をありがたく受け取った。実に現在の価値で総額1億2000万円。もらい受ける山本にとってもかなりの覚悟はいる金額だろう。このようにして強い信頼関係と絆で結ばれた2人は、相棒として、ビジネスパートナーとして、生涯を通じて苦楽を共にするのだった。一方で太郎は思慮深い誠実さや深い情も併せ持っている。札幌農学校時代の盟友田所が40歳の時妻を亡くしてからは、その先十数年も月命日には供物を送り続けた。豪快でありながら決して恩義を忘れず、人の懐にすっと入り込むのが太郎流なのである。日本の好景気は太平洋戦争の激化とともに陰りを見せる。太郎は日本が戦争で勝つことを本気で信じていたのだ。無条件降伏の知らせを受けても、最後の最後には勝つのではないかとさえ思った。太郎は満州で所持する住宅をすべて売り、政府に寄付して戦力強化の足しにしてもらうことを決めた。当時最後の秘密兵器のための研究費を政府は欲していたのだ。太郎が何もかもを売り払い寄付した額、7億5000万円である。今の価値にして2兆円近い。いくら豪快で気前がいい太郎だからといって、ここまで来ると常人の理解では追いつかない。当然戦争の勝敗がひっくり返ることはなく、太郎は焼け野原の日本とともに裸一貫の再スタートとなった。その時太郎はすでに57歳。
還暦を目の前に無一文となった太郎だが、自分には何かができると静かな闘志を燃やしていた。太郎は決して足を止めない。世間的には60歳のおじいちゃんとなった太郎だったが、戦後の復興とともに立ち上がろうとしていた。すでに住宅事業を成功させていた太郎は、ついに次なる商材として石油に目をつけたのだった。もともと太郎が生まれた秋田は石油の県で馴染みはあった。また戦後のエネルギー革命において石油は必要不可欠で、太郎はそこに底知れぬ可能性を感じていた。強い国を作るために石油を輸入しようと太郎は決意。次の瞬間には太郎の足は中東へと向かっていた。しかし幾度となく交渉は決裂。太郎がここからアラビア太郎になるまでの道のりは長く、10年もの月日が経っている。太郎はすでに69歳になっていた。当時の日本での平均寿命を超え、とっくに隠居しているはずの年だ。しかし再びアラブとの交渉のチャンスを得た太郎は再び動き出した。そして昭和31年、アラビア石油株式会社を設立。日本、サウジアラビア、クウェートを股にかけ、国家、政府、王室を交渉のテーブルに引っ張り出すのである。そして昭和35年、太郎が設立したアラビア石油は1回目のボーリングで大規模油田を発見した。それは世界最大規模の大噴油だった。これは後に日の丸油田と呼ばれ、山下太郎がアラブの石油王となった瞬間だった。アラビア太郎100万ドルの笑顔という記事が世界中を飛び回った。何か大きなことを成し遂げたいと札幌に向かった山下太郎青年の視線の先には、アラブの油田が広がっていたのだ。アラビア太郎71歳、彼自身の情熱の炎もまた枯れることはないのである。最後にアラビア太郎こと山下太郎の名言を紹介します。人間の進化は困難の時わかるものである。山氏大いに結構。太郎は実直さとパイオニア精神を併せ持ち、さらには運に身を委ねる勝負師だったのである。太郎の人生は明治から昭和の戦争の歴史そのものではあるが、決して振り返ることなく常に目標に向かって突き進んだのだ。太郎の商売を成功させたい、財を成したいという思いは誰よりも強かっただろう。その根底には少年の好奇心があったに違いない。このままでは失われた40年になるとも言われている現在の日本。もし今の日本を太郎が見たらどう思うだろうか。次なるアラビア太郎を私たちは待ちわびている。このチャンネルでは引き続き日本を変えた傑物たちを紹介していきます。この動画が良かったと思われましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。